北海道上富良野高等学校は北海道空地郡上富良野町に位置する公立の高等学校である。教育目標として未来社会を生き抜く自立した人間の育成を掲げており、校訓はたくましくしなやかにである。特色ある学校づくりに取り組んでいるとされ、外国語指導助手の常駐による英語教育のほかアウトドア学や 福祉と介護の授業が事例として挙げられている。また2005年には卒業生らによって、上フラの高校サポーターズクラブが結成されており、会員は部活動の指導や、課外授業の講師を務めるなどの活動を行っている。1948年に創立された、北海道立フラの高等学校上フラの文庫を起源とする。1965年には校舎を現在地へ移転。 1967年に、定時制家庭農業課が設置され、普通課の募集は中止される。1970年には、定時制家庭生活課が設置され、同年からは完全な通信制に移行する。しかし1974年には新たに全日制、普通課が設置され、定時制家庭の募集は中止される。百八十四年には、カナダアルバータ州エドモントン市の、 ジャスパープレイス総合高等学校との姉妹校になる。1997年には韓国への見学旅行が開始されている。現在の校舎は2005年に落成した。バドミントン部、ソフトテニス部、硬式野球部、音楽堂公会が活動を行っている。かつては書道部も存在した。上フラ野町では小学校や中学校のチームが 全国大会に出場した実績もあり、野球が盛んではあるが、地元の高校に進学して野球を続ける例は少ないという。2010年には、神フラの高校野球部を応援する会が結成され、同年には、神フラの中学校野球部出身の生徒12人が入学した。しかし2020年5月の時点で部員は3年生2人と2年生3人の、計護人のみとなっている。 部員が一人だけの時期もあったが、その後は部員が増加し2003年には、緑、ミネ等学校と共に、フラノ文化会館において、コンサートを開催している。2019年に水槽落同好会から音楽同好会に改名現在は活動していないが、2005年の時点では6人の部員が所属していた。全員が同年に入部した初心者であったが、 同年の高分連旭川支部大会では2年生5人が特選に入賞し、残りの1年生1人も蓄水戦により全道高校書道展研究大会へ参加した。ありがとうございます。